Garabiaeyo. Hoku. It's <笑>調子はどう?ご椅子だよ。それじゃあね。 どうした? やった。今度ね、デビュー記念の握手会をやることになったんだけど、私握手ができないんだ。普段はなんともないんだよ。でも握手会のことを意識すると緊張しちゃって。そっか。ちょっと練習してみようか。
大ファンです。重症だね。上がり症なのです、ねえ、いつきくん、私どうすれば度胸をつけられるかな。多くの人に接してみるのが一番良さそうだな。うん。でも街中でアイドルが突然握手の練習させてくださいっていうのもな。あ、それならティッシュ配りとかどうかな。え？ティッシュ配りなら知らない人と接するいい練習になるんじゃ。そっかさすが樹くん、頭いいね。宣伝も兼ねてティッシュを配れば握手会の増員も見込めるし。決まりだね。私早速準備してくるよ。聞いてくれない？うひゃー、こうして
ますと、渋谷ってすごい人だね。絶対克服するんだろ。もちろんだよ。私頑張るからね。見ててね。いつきくん、来たよ。どんな風に声をかければいいのかな。ハキハキと元気よくかな。今度は握手会やります。よろしくお願いします。この調子で頑張ろう。今度は人によって渡し方を変えてみたらどうかな。渡し方？うん、わかった、いつきくん。案外、普通に渡してみるとか、深く考えずに。調子だね。だけどまだぎこちない気がするな。ぎこちない、表情が硬いのかな。よし、今度はそこを意識してやってみる。軽く微笑む程度で。大成功だな。うん、だいぶコツがつかめてきた気がするよ。今度は私一人で挑戦してみるね。もう大丈夫みたいだね。あがり症？あっ！そうだよ。私したらあがり症を治すためにティッシュ配ってたんだった。無我夢中でやってたからすっかり忘れてたよ。おいおい。でも握手会もこういうことなんだよね。短い時間の間に全力を出し切り、自分の思いの全てを届ける。私、わかりました。
やったね。これでいい。それじゃあ行くよ。レディアントユニティシーダ翼ヤッ。してきたよ。大丈夫。本当に怖いのは緊張感をなくしてしまった時。今の翼の緊張はきっといい緊張よ。そうだよね。翼は頑張ってたもの。だから自信を持って。うん、ありがとうシーダ。それじゃあオリベ翼18歳、握手会に行ってきます。大丈夫かしら。お疲れ様。思った以上に人が来てくれたね。うん、ティッシュをもらってくれた人もたくさん来てくれたんだ。いつきくんが手伝ってくれたおかげだよ。本当にありがとう。どうだった？握手会やってみて。どうした？握手って魔法みたいだね。やっぱり緊張したんだけど、でも手のひらを通してファンの人たちと心が触れ合ってる感じがしたんだ。歌や踊りだけじゃない、人との心の触れ合いもアイドルにとって大事なことなんだね。
握手、俺ともしてほしいな。翼が頑張った成果を実感したいというか。これからもオリベ翼をよろしくお願いします。